あるフランスのビ、えーツの先生と日本のビーの先生が組んでですねこんな授業をやってみました、えー、クラス10人10人の日本人とフランス人好きな絵を描いてくださいって言われた瞬間にフランス人は急に絵を描き始める日本人はじーっと子供たち止まってしまいましたそしたらある一瞬に1人の男の子が手を動かし出すと日本人は一斉に手を動かして終了っていうことで 十枚十枚の絵を見たときに、日本人の絵の先生たちは。驚愕したんです。なんていうことをやってしまったんだ。なんと日本人の子供たち、一人がイルカを描き始めたら、全員イルカを描いてたんです。